事ね。廊下は走らないのは学校だけの話じゃなくて。あー、ごめんシロ、また後にして。あ、先輩。どうしたんだ一体。そのイリアさんがいらっしゃったのでお茶を入れようとしたら、藤村先生がお茶桶をつまみ食いしちゃってて、第一格納庫、第二格納庫、防災用の乾パンまで全部。でも人里に降りてきた腹ペコタイガーが食料を荒らした程度でこんな大騒ぎしなくても。それがセイバーさんの分も食べちゃってて、イリアさんが指摘したらダラダラ汗を垂らして、ほとぼりが冷めるまで身を隠すにを掘って逃げ出したんです。一刻も早く捕まえてくれ。イリアには俺からも謝っとく。それが甲板に入ってる金平糖のありがたみを私が語って聞かせたら、イリアさん思いのほかムキになってて。いや、それ非常食。さくら、タイがいた。今屋根に上がってる。はい、今行きます。そんなわけで先輩すみません。ちょっとライダー、そんなロープなんて持ち出してどうするの。それにしてもそれにしても、冗談、そんなことあるもんか。